今こそ信徒を集める時か。どうかしたの、タルト。カリスが来いってうるさいから来たけどよ。何の用なんだ。うん、お前たちに言っておかねばならぬことがあってな。バール連隊がヒスパニア軍主力の一角を担うのは皆も承知していることだと思う。それゆえ今回の作戦にバール連隊は同行できぬ。今後も容易には動かせぬだろう。ヒスパニア軍主力は国防の要だからな。そこでバール連隊より2名の精鋭を募り連れていくことにした。その2名を交えてちょっとした演習をしておこうかと思ってな。そうか、精鋭が2名加わるんだな。いや待てよ、バール連隊ってことは。それってゾウさんとタロスさんのこと。そうだ、あやつらは私の幼い頃からの友人なのだ。ゾウやタロスとご友人とは、女神の世界というのは我らの世界とはよほどかけ離れているのでしょうな。まあな、でも羨ましがるような場所ではないぞ。何もない退屈なところだからな。機械人形もすげえけど、ゾウなんて実物見たのも初めてなんだぜ。そんなので演習しろって言われてもな。だからこそだ、ゾウにはゾウの戦い方がある。それを皆に知っておいてもらおうと思ってな。こやつらの装備と運用法を直に学んでほしかったのだ。なるほど、確かに強力な戦力ですが、使いこなせなければ張り子の虎ですからね。虎？ゾウじゃないの？いや、そういう意味じゃねえよ。使いこなすことができれば必ずや戦場のどんな局面でも活躍してくれるぞ。そういうことなら早速演習を始めよう。それでは広場へついてくるのだ。よし、みんな揃っているな。タルト、なんだか気合入ってるね。当たり前だ、かつては人間を教え導くのが女神様の本業だったのだ。手を抜くわけにはいかぬ。おお、早速来たな。あ、ゾウさんだ、すごくかわいい。なでなでしてもいい？それは良いが、まずは自己紹介から始めるとしよう。ほれ、恥ずかしがらずに皆に挨拶をするのだ。うん。いや、何言ってるかわかんねえよ。もしやタルト様は彼らの言葉がお分かりなのですか。考えるな、感じるのだ。何か伝わってくるものがあるはずだ。何もねえよ。ふん、戦いの中で感じよう。分からぬものはあるのみだ。さあ、それでは演習を始めよう。タルト様、教師にはあまり向いてないかもしれませんね。
型ユニットについてだ。ゾウのような2マスに及ぶ大型ユニットは攻撃判定が頭部のマスになる。頭部を攻撃された際、射程範囲内であれば反撃できるが、方向転換に必要なスペースが確保できない場合は反撃できんぞ。また大型ユニットはマップに仕掛けられている罠などで移動が止まることがない。しかしダメージはきっちりと受け取るから注意するのだ。次にクワドリガについてだ。ゾウが引いているこの乗り物をクワドリガという。覚えておくようにな。このクワドリガには戦闘開始時に配置されなかった仲間が入っておる。戦闘中出撃可能人数以下の場合はここから新たに仲間を出撃させることができる。また戦闘に参加している仲間をクワドリガに戻すことによって別の仲間にチェンジすることも可能だ。その際クワドリガに入った仲間がリーダーであった場合は新たに戦闘に参加する仲間にリーダーをバトンタッチすることもできる。忘れてはいかんのがクワドリガにはクワドリガ個別の HP が存在しているということだ。このクワドリガの HP がなくなるとクワドリガは破壊されてしまい、その戦闘中は仲間の入れ替えができなくなってしまうぞ。壊されないように戦闘中はいつでもクワドリガの HP をチェックしておくのだ。そうそう、忘れるところであった。こやつの反撃の時クワドリガの位置が変わるような場合は反撃できんから注意するのだ。そして次がとっておき登場についてじゃ。特定の人物はモンスターに登場することができる。どれ見ているがいい。これどうだ、息がぴったりだろう。登場は誰もが使えるわけではない。私の場合でも心を通わせているこやつだけだからな。モンスターに登場すると登場者とモンスターとの合計値となり、能力はお互いの良い方が優先されるのだ。モンスターに登場している状態でやられてしまった場合は登場者だけがその場に残ることになる。登場者がやられなければ大したことはないなんて思うなよ。そんな心がけでは私とこやつのような信頼関係はいつまで経っても気づけんからな。というわけで私の説明は以上だ。ちゃんと聞いておったか？長えよ。とりあえず習うより慣れろっていうことかな。それでは早速実践隊行こう。Whoa!
リル、少しは綺麗になったであろう。使うよ。強くなってみせる。
どうだ、コツはつかめたか？思ってた以上に扱いやすいし、これなら大いに活躍してくれそうだね。そうであろう。ゾウさん、タロスちゃん、また遊ぼうね。どれもいいものだぞ。また来るがよい。買い食いは禁止だって。カデメア購買部へようこそ、ハミル君。学校にいた頃を思い出しますね。店番をしていたのは大抵私でしたからね。そのせいで授業時間は閉店していましたけど。購入ですね。これでいいですね。良い選択です。良い選択です。またのお越しをお待ちしています。始まり始まり。なんだか胸騒ぎがするわね。反乱が起きてから5日、反乱軍に目立った動きはなく静かなものですが。そりゃあね、エネアデスならバール神殿はとっくに放棄してるだろうし。どこか湾岸の都市か帝国の基地にでも本拠を移してる頃じゃないの？何ですって？そこまで分かりながらどうして何もなされないのです？今のヒスパニアでは反乱軍の居場所を探すのは無理よ。周りはみんな敵だしね。そんな危険を犯さなくてもどこかに本拠地を定めてくれた方がまとめて潰しやすいじゃない？なるほど、確かに。では胸騒ぎの理由とは一体何なのですか？自分でもよくわからないけど、強いて言えば今後の戦局に対する不安かしら。どのようになるとお考えですか？よろしければご教示ください。反乱軍側は、そうね、エネアデスは食えない男だからしばらくは優勢にことを進めるかもしれないけど、どの道帝国軍には圧倒的な物量がある。小細工でいくらしのいだところですぐに限界が来るわね。逆に帝国軍は慌てる必要など全くないわ。このエブロンには私直属の軍団が駐留している。これだけでもヒスパニアを優に滅ぼせるくらいの数よ。それに加えて今回の反乱で敗走した兵たちも吸収されるし、帝国本土の増援も合流することになっている。ここで待っているだけで大軍勢が編成されるわ。あとは大軍を率いてもう一度ヒスパニアに攻め入ればいいだけ。決定的な敗北を一度でもすれば反乱軍は終わり、二度と立ち直れない。我らの勝ちは揺るがないと。そう、エネアデスもそのあたりはよくわかってるはず。一度の敗北で反乱は終わる。小競り合いはできても大規模な戦いはできない。だからこそ反乱軍の地盤を固めるのに奔走するはずよ。時間をかけて仲間を増やし兵を集めようとするでしょうね。
でも時間が過ぎれば強大になるのは帝国も同じ。そういう意味では反乱軍の勝ちはない。積んでるわ。でもなんだか胸騒ぎがするのよね。何か気になることでも？あなたも幕僚団の一員としてあの時の会議にいたと思うけど。会議ですか？ほら、バール大祭の前にあった軍議よ。一月前かしら、幽霊の話が出たわね。あ、確か帝都から政治将校と技術官僚の方がいらした会議でしたか。まださほど経っていないというのに、ずいぶん昔の話に思えるわ。なるほど、政治将校殿はバール大祭への大規模派兵を要請しにいらしたというわけ。わざわざこんな辺境に。ご苦労なことね。私は皮肉を聞きに来たのではない。ヒスパニア領内の帝国軍を動かす権限はあなたにある。是か非かの返事を伺いたい。そうね、どうしようかしら。大規模派兵ということは武力による弾圧と不満分子の粛清を目的とするわけよね。もちろんだ。ヒスパニアへの融和策は取らないんだ。てっきり今度の祭りあたりで税率と労役は他の属州並みに引き下げると思ってたんだけど。強く容赦なき帝国が求められているのだ。ひとたびでも盾ついた属州には永久に悲惨な運命が降りかかることを全ての属州に見せつけねばならん。やり方もありかもね。税率下げて市民の不満を鎮めた方が長い目で見たら安上がりだと思うけどね。さてどうしましょう。返答の前に少し忠告を。あなたの返答の内容、帝国軍人としての働きぶり、我ら新生教団への貢献度はきっちりと査定し、中央へと報告させてもらう。万が一にも皇帝陛下と新生教団の逆鱗に触れるようなことがあれば、多大な危難が降りかかることは前もって伝えておく。さて返答やいかに。あら、か弱い女一人をずいぶん脅かすのね。そうね、特に反対はしないわ。作戦計画書を読んだ限りでは元老院からの認可は受けてるみたいだし、だとすれば私が反対できることではないでしょ。当然政治将校のあなたにも、あなたが所属する新生教団にも盾つくつもりはないわよ。賢明な判断、感謝する。ではヒスパニア内に駐留する全ての軍団を大祭の期日にバール神殿へ向かわせるよう命令書を作成されよ。いいでしょ。でも祭りは一月も先よ。移動の開始は数日前からでいいでしょ。それまではどうするの？特に何も。強いて言えばわざと給料を遅配させ少々軍旗を緩めるつもりだ。ヒスパニア市民には気の毒だがな。なかなかひどいことするわね。兵隊を暴れさせて不満分子をあぶり出すつもり？安上がりで効果的な方法だろ。
かもね。ところでこのエブロンの軍団は使わないの？私が鍛え上げた精鋭たちよ。エブロンの兵は動かさず、あなたもこの基地で待機するのだ。何もあなたを疑っているわけではない。だがむやみに動いて痛くもない腹を探られたくはなかろう。帝国に随分貢献してるのに、私って信用ないのね。わかったわ。それにしても大げさね。計画書見た限りではゴルメスも動員するようじゃないの。あれは神聖帝国にとってもかなり貴重な戦力だと思うけど。念には念をということだ。帝国の中枢を担っている官僚団で気になることを言う者がいてな。気になること？数字にとても詳しいもので、我ら神聖教団も数秘術というものを用いて因果を探るが、その我らよりはるかに秀でておってな。そいつがヒスパニアには幽霊が住み着いているというのだ。幽霊？数秘術？呆れた。帝国の中枢はそんなのを根拠に動いてるわけ？さすがにそこまで言われるのは心外だな。誰？あなた。しがない役人だよ。帝国中枢で技術関連を束ねる地位にある。宮遣いという意味では君と同じか。勝手に出てきてよいとは言っておらぬぞ。まだ紹介も済んでおらん。固いこと言うな。我々は常に裏方、名乗るようなものじゃない。つまりあなたが幽霊がどうとか数合わせの占いで派兵を進言したということ？ひどい言い草だな。数字の矛盾を指摘しただけだよ。まあどうせ戦うしか能のない軍人風情に理解されないのは分かってるかね。言ってくれるじゃないの。あんたといい中央の連中ってのはいけすかないやつばっかりのようね。機嫌を損ねてしまったか。あなたが同意しない場合を考えて説得のため同行してもらったのだ。とんだやぶ蛇となったわ。一度は同意しちゃったしね。今さら発案者が無礼だからってやめにはしないわよ。でもそれほどご大層な理由があるならちょっと聞いてみたいわね。あなたが一帝国市民として説明を求めるというのであるのなら、私も一人の役人として懇切丁寧に答えねばなるまいな。まず最初に断っておくが、我々が用いているのは数秘術ではない。あれは世界の運命を読み解くための方法だ。魔術の一種と言ってもいい。この世界は絶対神ワトスによって完全数12の調和によって創造された。ゆえに世界は数による調和と絶対的な運命率によって支配されているというやつね。その通り。我が神聖教団の得意分野だ。この調和がひとたび徹底的に破壊されつつも今なお影響力を持ち続けていると教義では説いている。数字を読み解けばある程度未来がわかる。でも世界は壊れてるから当たらないこともあるってやつでしょ。占いと何が違うのかって思うわ。まあその見解には一役人の立場からは同意も否定もしないがね。
あなたのやり方もどうせ似たようなものでしょう。全然違うね。私が用いているのは数字に関する実践的な技術の数々だよ。たくさんの数字を集め、平均を取り偏差を取り分析していく、統計と呼ばれるやり方だ。確かに帳簿をつけるのが得意そうな顔してるわね。大好きだよ。だからこそこんな発見もできる。いいか、私は政治将校たちからバール神殿のある村タマルについての調査を依頼された。間もなく始まるバール大祭での大規模反乱の可能性について調査を依頼されたからだ。それで結果はどうだったの？最初は税や労役の収支報告を調べたよ。どうということはない、普通の乾村に見えた。作物もさほど取れず、重税と労役にあえぎながらなんとか暮らしている。君は帝国西部辺境方面軍の司令官というだけでなく、ヒスパニアの準総督の地位を兼ねてたっけ。まあ本人の前で言うのもなんだけど、ヒスパニアならどこにでもある貧しく悲惨な村だ。事実だから気にしないわ。だがこの地区における犯罪の発生件数、住人の死傷者数なんかを見て少し考え方が変わった。お言葉ですが、そのような資料に関しては我らも目を通しております。何が不満なのですか？特に治安が乱れている様子はなかったと思いますが。ほう、なかなか威勢のいい軍人だね。君は？お初にお目にかかります。帝国騎士のレリウスという者、イゼベル様の幕僚団に所属しております。なるほど、レリウス君か。うんうん、君の言うことはいちいちもっともだ。だがしかし、君の判断は素直すぎる。素直すぎる。統計というのはその数字の裏に込められた意味を意地悪く読み解く学問でね。この場合だと治安が良すぎる、もしくは死傷者が少なすぎると読み解くべきなのだ。それは一体喜ぶべきことではないのですか？このように帝国軍が駐留し、なおかつ中央から目が届かない辺境の村だと軍旗が緩む。兵士が住民に暴力を振るったり、無理な労役をさせたり、あるいは兵士同士の喧嘩で住民や兵士がかなり死ぬんだが、ここはさほどでもない。加えて中央の小役人や徴税官も辺境では無茶な税の取り立てをするから、辺境ほど破産者や奴隷に売られるものが多いのだ。だがやはりここは破産者や奴隷の売買に関しても特にひどいというわけでもない。まあ普通なら気にせず放っておけばいいのだが、技術官僚とはこういう時優秀すぎるのが欠点でね。隣近所の村の統計なんか調べてみた。そうするといろいろ分かってきてね。関係のない隣村の情報などが何の役に立つと。最後まで聞くがいい。周辺の村での帝国関係者の死傷者数は平均より若干高い。そこでさらに周辺の村で死んだ兵士、徴税官、役人なんかの所属を調べてみたのだが、タマルの関係者が多いのだ。しかも死んだのは帝国の人間の私ですら殺したくなるようなろくでなしばかりでね。ああ、なるほどね。ようやくあなたの言いたいことが分かってきたわ。うまく統計を操作している誰かさんがいるのね。帝国の取り決めでは
事件の記録はその事件に最初に関わった町や村から報告されることになっているからな。ぶっちゃけタマルで死んでも隣村に死体を投げ込めば隣村の事件として記録される。さらに中央には報告されない偶然の事故による死傷者数や自然死についても調べたが、タマルにおける帝国関係者のそれは平均をはるかに上回っていたことを伝えておく。それがあなたが言いたい幽霊ということですか？正直まだうまく理解できていないのですが。おバカさんね。彼女が言いたいのはこういうことよ。タマルの村人をクソったれな帝国の連中から守ってる幽霊がいるってことね。その幽霊は恐ろしく頭の切れるやつで、統計の不備をついてできるだけ目立たないように事故に見せかけながら帝国のクズを処分しているということね。そういうことだ。今のところ自分の姿は全くさらさずにな。でも証拠はないわ。証拠が何だと言うんだ。数字を見ればわかる。明らかに作為的なものだ。優位差があると言っているんだ。天罰じゃないの？優位差はきっと神様のご意志よ。神様のなされた奇跡として処理すれば。イゼベル殿、今の発言聞き逃せぬな。あなたの発言にある神とはもちろん我らが絶対神ワトスを指していると解釈してよいのだな。もちろんよ。他に何があって？血迷ってバールの古き神々などと言われるのではないかとな。あなたは何せヒスパニア出身の軍人だ。まさか。神聖帝国の認める神は唯一神ウアトスのみ。他の神々と呼ばれるものは人の心を惑わす魔物や悪鬼の類なんでしょ。もちろん私は神聖帝国にとっても忠実な軍人だから、それくらいわかってるわよ。ならばワトスが彼らを助けるわけがないということもわかっていただきたい。あら、どうして？自明のことだ。我らが絶対神ワトスは唯一にして不可侵のもの。全能なる存在で全てを見ておられる。故にバールの神々などという魔物を奉じている連中など救うものか。絶対神ワトスは断じて奇跡などを起こさない。どうか軽々しく奇跡や神の御業について語るのはやめていただきたい。奇跡かどうかを判定するのは我ら神聖教団に限られる。あなたに神を語る資格はない。あらあら、そうだったの。人から神様を語る資格も取り上げちゃって、奇跡だって自分で決めちゃうんだ。神聖教団って偉いのね。ひょっとしたら神様より偉いかも。皮肉かな。無邪気な女の感想よ。殿方が本気にするようなことじゃないわ。でも今神様が目の前に降り立ったとしても、あなた方なら難癖をつけてきっと火炙りにしちゃうんでしょうね。あらあら、冗談よ。そんな怖い顔しなくても。それよりあなたはどう思っているの？さっきからだんまりだけど。神の意志ね。まあ宗教的な論争への意見は一役人の立場として差し控えたいな。ふっ、いい子ちゃんね。それとも保身のためかしら。どちらでもお好きなように。
私はあくまでも大規模反乱の可能性が高いことをこの統計結果から推測し、神聖教団に報告しただけ。もちろん私ほどの有能な官僚でなければ見過ごされていたということはしっかり報告書にも書いたがね。あら、教団への点数稼ぎ？根っからの役人ね。褒め言葉と取っておこう。神聖教団が帝国の中枢を担っている現在、官僚は少しでも有能さを示しておかないと居場所がなくてね。それは大変ね。まあ、あなたに説明したことで私の用事はほぼ済んだ。あとはあなた方で姿の見えない幽霊をあぶり出してくれればいい。幽霊探しね。ハッシュドゥルバルの亡霊でもさまよってるというの？彼は無人らしく潔く死んだわよ。我らが探しているのはあくまでも生きている人間なのだよ。ハッシュドゥルバルの意志を継ぐ者をあぶり出したいのだ。つまりバルカ島のこと？ま、彼らを根絶やしにするための大規模派兵というのなら確かに理にかなってるわね。バルカ島か。ハッシュドゥルバルの部下だった退役兵と反帝国を掲げるヒスパニア市民たちによる地下組織。ああ、おそらく彼らだろう。動機から考えると彼らが暗躍していると見るのが一番可能性が高い。私はもっと大物が引っかかるかもと予想している。バルカ家に連なるものがな。大物？ハッシュドゥルバルの息子とか？ありゃダメよ、本物のバカだから。父とは似ても似つかぬ愚か者と聞いた。だが万が一ということもある。それにたとえ何も関わりがなくてもバルカ島を釣るには十分な餌となるだろう。利用した後はバルカ島との関係を理由に処刑すれば今後の不安もなくなる。帝国としては最も望ましい結末だ。ああ、難癖をつけてバルカ島もろともにバルカ家の血筋を消し去りたいわけね。確かにヒスパニアの問題はきれいさっぱり片付くかも。難癖とは人聞きの悪い。全ては天命ということだ。もしも無罪なら神がお救いになるだろう。我らに殺されるのであればそれは罪があったということ。やれやれ、物騒なというより胸が悪くなるような話だな。まあ私は市民に奉仕する一役人であって官ではないからな。ヒスパニア市民もまた帝国市民である以上、謀反が確定するまではこれ以上の関与はしない。あとは各々の判断と責任でやってほしい。では役目を果たしたということで私は本土に帰る。これにて失礼。これまでの協力に感謝する。言ってしまったか。あらあら、意外に潔癖なのね。バルカ家を滅ぼす話がお気に召さなかったのかしら。どのみちその血筋にも地位にも似つかわしくないものは滅び去って当然でしょうに。イゼベル殿も辛辣だ。では私はヒスパニア領内へと向かおう。ヒスパニアの兵士を動員する件、何卒よろしく。その後ザラスは敗北し、バルカ島はヒスパニアでの反乱を成功させた。ハッシュドゥルバルの息子を旗印にして。
やはりハミルカル。ハミルが気になるのか。私はハミルがバルカ島の傀儡だと思ってるけど、もしもそうじゃないとしたら、万が一にもあの少年が聡明さをずっと隠していたとしたら、そしてあの役人が言ってた幽霊の正体がハミルだとしたら、ものすごく頭の回るやつってことになるわね。そう、私が知ってる本来のハミルだわ。だとしたらどう動くだろうか。レディス。は、基地内の守備兵をいつでも動かせるように、油断せず警戒に当たらせよ。了解しました。これまでの記録セーブするぞ。人の子らよ、我に続くがよい。橋だな。遥か向こうには頑丈そうな砦が見える。あれが帝国基地というやつか。そう、あれがエブロン、僕らが攻撃する帝国基地だよ。なぜあんな場所に。この橋は帝国とヒスパニアをつなぐ重要な通商路なんだ。通商路？帝国との陸路での貿易はここを経由して行われている。この断崖に架けられた帝国とヒスパニアをつなぐ貴重な絆というわけさ。貴重な絆？他に行き来できる場所はないのか？この断崖は川に沿って上流まで続いているんだ。そして橋はここにしかかかっていない。選択の余地はないということか。断崖を避けて大きく迂回する方法もあるけど、時間もかかるからね。とても割に合わないんだ。なるほど、重要な場所だというのは分かってきた。しかしあの帝国基地は貿易を保護するためのものにしては大げさに見えるな。よくぞ気づかれましたな、タルト様。それはつまり、あの巨大な橋が商品を運ぶためだけではなく、軍事的にも大きな価値があるからなのです。たくさんの兵隊も行き来できるというわけだな。その通り。あの橋を支配していればいつでも軍隊をヒスパニアに送り込めるというわけです。エブロンは貿易の安全を守る基地だけど、ヒスパニアに反乱が起こった際に兵隊を送り込むための基地でもあるんだ。帝国兵はここを拠点にしてヒスパニアに攻め込むし、ヒスパニアはここを落とさないと帝国に攻め込めない。なるほど、よくわかった。しかしそんな場所に攻め込むにしては少々人数が少なかったのではないか。だろ、俺はヤバいって最初から言ってるのに。ハミルと来たら。まあまあディオン君、ここまで来たのに手ぶらで帰るわけにはいかないでしょ。それでどうする気だ。
帝国軍に僕を差し出してほしい。何？投降するというのですか？いや、帝国基地に入り込むための踊りだ。兵士たちには何人か帝国兵を演じてもらう。それから君たちバルカ島の幹部にも同行してほしいんだけど。なんだって？おや、君も幹部のつもりだったのですか？あ、下っ端ならなしってこと？じゃあ俺下っ端ってことでいいぜ。やはり君も幹部にしましょう。我々と一緒に来てもらいます。おい、やめろよ！リオン君が参加して、私も幹部として同行します。モノマクも同行しますよね。当たり前だ。ハミル様のご命令とあらば、どのような七にも赴こう。まあ、ここまで来たのだからな。仕方ない。付き合ってやろう。まったく、世話のかかるやつだな。タルト、ありがとう。君がいてくれると心強いよ。増長するでないぞ。今回はたまたま機嫌が良いだけだからな。カリスマ！ここまでついてきてもらったけど、君はまだ小さいし、その今回は辞退した方が。危険だし。カリスはバール神殿の巫女だもの。今までハミル様にずっとお仕えしていたもの。だから一緒に行く。だけどここから先は本当に危険なんだ。ハミル、彼女は私の巫女だ。小さいとはいえ、その心意気は一人前だと私は思っている。ついてくるのであろう。なら決まりだ。タルトがそう言うのなら。不満か？お前のそういうところ嫌いではないがな。いや、お前たちは目立つからここで待機しておれ。一緒に行く気だったのかよ。さすがにバレるだろ。ハミル様、作戦の概要をお聞かせください。基地に入り込むということは陽動ではなく基地を攻略するつもりですか？そこまでは望んでいない。だけど一時的には基地の機能を麻痺させる。できれば司令官の首も取る。おいおい、それを俺たちだけでやるってのか？どう考えても無理だろう。普通ならね。でもエブロンは橋の存在があってこその基地だ。そしてあの大きな橋は帝国以前、ヒスパニアが独立していた頃に作られたもの。カナン人によるアーチ橋だ。なるほど、分かってきました。カナン人が作った橋なら敵の手に渡った時のことを想定して作られている。そう言いたいのですね。そういうこと。カナン人の橋は頑丈でかつ美しいアーチで作られているが、要石を破壊すれば一瞬で崩壊する。それを狙うわけですな。さほど難しくはないはずだよ。度胸はいるけどね。
大胆な岡田だ。敵の懐奥深くに飛び込み、地中に勝つを求めますか。高まってきましたわい。ご先祖様には申し訳ない気分でいっぱいだけどね。帝国と最後まで戦ったあの英雄王のエシモだって、この橋は壊さず明け渡したわけだし。まったくだな。エシモは皆が不自由することが忍びなくてあえて破壊しなかっただろうに。お前と来たら残念だけど、戦争だからね。僕が英雄王と比べたらまだまだ至らないのはよくわかってるよ。でも今回はこう見えてヒスパニア側には全然余裕がないんだ。失敗したらあの世で謝れよ。ほら、縁起の悪いことを言うな。だいたいあの世で誰に謝るというのだ。エシモは、いや、女神様が参加していて失敗するわけがないだろう。派手にぶっ壊してやるわ。それは心強いね。モノマ君、帝国軍の鎧を精鋭たちに着用させて。バルカ島なら標準装備だろ。ええ、よくご存知で。偽の認識票や命令書もありますぞ。長年帝国を欺いて活動してきましたから、お手の物ですわい。じゃあ細かいところは任せる。精鋭たちには帝国兵を演じてもらう。僕らを連行して帝国に引き渡してもらうよ。ワルダ組の相談は終了したか。そろそろぶっ壊しに行くぞ。せいぜいお前も英雄王を超えるような男を目指すんだな。あ、頑張ってみるよ。じゃあ作戦を開始しよう。よし、気合い入れていくぞ。女神様の加護はお前たちと共にある。ヒスパニアから引き上げてきた部隊か。所属を名乗れ。我らは第9トリウムパリス軍団所属、第3ヒスパニア警備大隊である。かかるヒスパニアの動乱に際し、やむなく駐屯基地を引き払うこととなった。皇帝陛下より預かった拠点を失ったこと、誠に痛恨の極み。その失点を挽回すべく、我らは独自の判断で遊撃作戦へと転じ、各地で反乱軍と戦いながらようやくエブロンまで転進を果たした。これまでの戦いで我が大隊は多大な戦果を上げ、重要な情報、今後の戦いを左右する捕虜を獲得している。どうかエブロンへの駐留許可と今後の指示を仰ぎたい。何？重要な情報だと？捕虜とは誰だ？バルカ島の幹部だとしかここでは申し上げかねる。どうか七司令官殿にお目通りを。なるほど、この案件は我らの判断には余るか。急ぎ司令部へ取り次ぎよう。まずはリリウス様へ伝えるのだ。はこれ以上の判断はここではできぬ。とりあえず入るがよい。詳しい取り調べは基地内で取り行われるだろう。迅速な対応に感謝する。では行くとしよう。軍団同士諸君、反逆者どももさっさと歩け。うまくいきそうだな。こら、静かにしておれ。待て。
第9トリウムバリス軍団はアルビオンでの戦いで壊滅に近い損害を受けたと聞く。ヒスパニアに配属されたという話を聞いたことがないが、それに貴様ら帝国軍人にしては少し華奢だな。どちらかといえばヒスパニアの人間に見えるぞ。それはもはやこれまでか。ここで戦うしかないか。面白い。私に任せるがよい。いつだって暴れてやるぞ。貴様、何を笑っている。これが笑わずにいられるか。なんと情報に疎い連中だ。トリウム・バリス軍団がヒスパニアにおいて再編されるさなかであったことも知らんのか。確かに、バルカ島ですら知っていることをエブロンでは把握していないとは。なるほど、あっさりと反乱が成功するわけですね。こいつ。そんなことよりとっとと休ませてくれませんかね。捕まってこの方ずっと歩きっぱなしでね、疲れ果ててるんですよ。まったくじゃあれ、水の一杯でもよこさんか。このヘラズクチが、黙れ。申し訳ありません。捕虜が差し出がましい口を。まだ元気が有り余ってるようだな。これ以上生意気な口が聞けぬよう、たっぷり痛めつけておけよ。はっ。行け。おっかねえ。心臓が止まるかと思ったぜ。ドキドキしたよ。モノマク先生、ありがとう。助かったよ。なかなかの芝居だったぞ。危ないところでしたわい。はい、たちょっと高くつきましたが、さすがエブロン、偽の舞台で騙し通すのも至難の技ですね。申し訳ありません。衛兵の尋問をかわすことができず、手加減せずに殴りました。いえ、あの場では最も的確な行動でした。私もモノマクがとっさに演じてくれなければ同調できませんでした。まだまだ度胸も経験も足りんばい。まったくです。ようやく中に入り込めたな。これからが本番だね。ん？どうやら幹部連中がやってくるようじゃぞ。みな、気を緩めぬようにな。帝国兵を演じてる君たちは、我々の引き渡しが済めば休息を許されるはず。我々は取り調べが始まるとすぐに騒ぎを起こし時間を稼ぎます。いいですか。その間にこの橋を支える要石を探し出してください。は、万事心得ております。第9軍団の生き残りがバルカ島の幹部を捕まえてきたと聞いたが、貴様らがそうか。はっ。大軍団所属第3ヒスパニア警備大隊であります。基地司令官殿へのお目通りを願います。私は帝国騎士レリウス、基地司令官直属の参謀にしてその補佐を務めている。
すでにこの件は司令官殿にも報告した。全権は私に委ねられている。栄えある帝国軍の名にかけ、諸君らも偽らず飾らず、軍人として恥ずかしくない証言を心がけてほしい。了解しました。まずは捕虜の素性を明らかにするのだ。それに事の経緯を説明せよ。はっ。こたびの反乱で基地を放棄せざるを得なかった我らは、遊撃部隊として転身しエブロンを目指しておりました。その途上、バール神殿の西方にてバルカ島と思われる部隊と遭遇。これを打ち破り、幹部たちを捕虜としました。バール神殿の西、どうしてそんなところにバルカ島の幹部がのこのこと出てきていたのか。本拠地の神殿におればよかったもの。どうやら拠点を移す最中だったようです。そのしんがりを務めていた部隊を我らは吸収し打ち破りました。ほう、なるほど。イゼベル様の予想とも一致する。バルカ島にとっては不慮の事故と言ってもいいな。して捕らえた捕虜とは誰か。はっ。バルカ島を統括するエネアです。反乱軍を取り仕切るモノマク。なんだと。そしてバルカ島の代表であるハッシュ・ドゥルバルの遺児ハミルカル。あのバルカ家のハミルカルか。それは確かか。はっ。少なくとも彼らはそのように申しております。真偽のほどはどうか存分にお取り調べください。わかった。もうよい、下がれ。宿舎で控えているがよい。はっ。さてと、貴様らバルカ島の幹部というのは本当か。さて、どうでしたっけ。最近物忘れが激しくて。給料泥棒と言われぬよう、せいぜい取り調べてみてはいかがですか。お前がエネアデスだな。つかみどころのなさとにやけた面がいかにも悪だくみをしてそうでムカつく。話に聞いた通りだ。ずいぶんな言われようですね。そんな風に言われたのは久しぶりです。確か士官学校の頃に。お若い。帝国の騎士にしてはこちらの事情に詳しいようだな。誰に聞いた。お前がモノマクか。カナン人の誇りと妄執から抜け出せぬジジイ。狭い視点でしか物を考えられぬ男。ハハハ、言うではないか。追い先短いジジイは身の程をわきまえておる。自分にできることしかしないだけじゃ。悪びれもせず抜け抜けと。ならば貴様はさぞかし大きな視点を持っているのだろうな。私は常に帝国の大義に基づいて行動している。大義に準ずることこそが帝国市民全てに幸せをもたらすと信じているからだ。このガキ、何がおかしい。難しい言葉を使うんだなってね。ねえ、帝国の大義って何かな。よかったら教えてくれないかな。帝国全体の平和と安定を維持するということだ。そのためならいつでもこの身を投げ出す覚悟でいる。君はそれでいいのかもしれないけど、ヒスパニアのカナン人の苦しみはどう考えてる。
人は与えられた地位に満足し、そこで最善を尽くすべきだ。帝国の国教である神聖教団ではそう教えている。お前たちの邪教ではどうかは知らんが。こいつ、邪教だと？帝国に課せられた重い生徒労役で、カナンビとは長い間苦しみ、たくさんの人々が飢えや病気で死んできた。そうだ、それこそが絶対なる神に課せられた試練であり運命だ。ひたすらに神を信じて帝国に奉仕すべきだったのだ。へっ、お断りだぜ。自分たちが何をやったかわからない精進どもが。今回のヒスパニアの反乱によって帝国の多くの地域が動揺し、平和と安定が損なわれるのだぞ。それは帝国がすでに民の信頼を失い、統治する術を失っているというだけじゃ。お若いな。そんなわけがあるものか。神聖帝国こそ絶対にして永遠だ。なればこそ、それを乱さんとする者は許しがたい罪人だ。分かっているのか、この反逆者どもが。全ての悪行を洗いざらい吐かせた後、泣き叫び許しを請うまで処罰を加え、処刑してやる。タルト、君はどう思う？多少なりとも話のわかるやつかと思ったが、がっかりした。そうだね。信念があるというより、言葉に酔ってるだけの薄っぺらい男だ。何も見えていない。貴様、ガキの分際で！そろそろ取りに行こうか。モノマク、校長。行為。ご随意に、我が主。何の話をしている？君の命を取りに行こうって話したよ、レリウス。何？やったぜ、形勢逆転だ。おっと、動くなよ。動くとこいつの命はないぜ。レリウス様。己、反逆者どもが。第9軍団の連中は何をしていた？騒ぐな。どうやった？武装にも魔力にも何の封印も施されていないと。最初から兵隊も含めてみんなグルだったんだよ。深く。そうか、貴様がハミルカルか。愚かな少年だと聞いていたが、とんだ間違いだったようだな。間違いじゃないさ、女神様や頼もしい仲間のおかげで少しはマシになったってだけでね。覚悟するんだな、帝国騎士さんよ。それはどうかな。所詮私は騎士司令官殿が操る駒に過ぎない。私の命。何？よくわかんねえが、強かったって無駄だぜ。司令官、そういうことですか。モノマク、みんな守りを固めろ、攻撃が来るぞ。なんだ。申し訳ありません。まったく、もう私がいないと全然ダメね。でも私、ダメな男は嫌いじゃないわよ。
後で犬のように這いつくばって謝罪することね。それでこの失敗は許してあげるわ。なんだあの女は。言葉と裏腹にとてつもない殺気を感じるぞ。血と憎悪の匂い、嫌な感じがする。思ったより早く会えた。イゼベルだ、ヒスパニアの総督代理だ。おいおい、やべえぜ、早く逃げ出そう、みんな殺されちまう。奴が駐留していたとは。安心する。想定外です。まだ海の向こうだとばかり。うろたえるな。とにかく時間を稼がねば。そのまま続けるのだ。お久しぶり、エネアです。やあイゼベル、やはりあなたでしたか。そこのレリウス君の話からなんとなくあなたの面影を感じてね。いやー、まだ生きてたの。士官学校じゃ首席だったあなたもすっかり落ちぶれたわね。今じゃ地下に潜ってドブネズミの真似事かしら。ええ、落ちぶれて元気にドブネズミをやっておりましたよ。ハッシュ・ドゥルバル様にはすっかり嫌われていたもので、今思えばあれがケチのつけ始めでした。私もあなたのように気に入られていればヒスパニア総督くらいには慣れたかもしれませんね。相変わらず口の減らない男ね。そのにやけた面、大嫌いだわ。これでもかなり動揺してましてね。痩せ我慢してるんですよ。どうだった？そっちの老いぼれはモノマック？まだ生きてたとは知らなかったわ。ふん、売国とのメス犬が。ご挨拶ね、死に損ない。で、何の用なの？念願のハミルを擁立してさぞかし鼻高々でしょうけど、まさかその人数でエブロンを落としに来たわけ？まさか、滅相もない。ヒスパニアも取り返しましたし、軽く挨拶でもと思いましてね。律儀ね。でもそこにいる坊やはとてもそんな気分じゃないみたいだけど。イゼベル、会えて嬉しいよ。この何年間ずっと貴様を殺したいって思ってた。ヘラヘラ笑いながらも腹の中は煮えくり返っていた。こんなに早くかなうなんて思ってもいなかったよ。ハミル、あんなにおバカで脳なしで弱々しかったあなたがずいぶん変わったものね。そこの悪い大人や死に損ないのジジイにたぶらかされたの？違う！全て僕の意志だ！本当？あなた、ハッシュドゥルバルの焼け焦げた死体を前にしてもヘラヘラ笑ってたくらいのおバカだったのに。覚えてる？あの時のこと。焦げた肉と髪の匂い、父親の最後の姿。無様だったわね。殺してやるぞ！ハミル！
よせ、この女の挑発に乗るな。安心して、これでも冷静なつもりだ。イゼベル、奥には確かにあの火事以前の記憶がない。だけどあの日のことは全部覚えている。無残な父親の姿も、正気を失ったふりをしてヘラヘラ笑うしかなかった無力な自分のことも、そして裏切り者にふさわしい卑しい笑みを浮かべていた貴様のこともな。あら、覚えてたんだ。少しはまともだったみたいね。ああ、昨日のことのように鮮明に覚えているさ。だから嬉しくてたまらない。貴様があの時のままのクズでいてくれて、これで存分に復讐することができる。私を殺したいのね、その憎悪に満ちた目。ゾクゾク来るわ。イゼベルよ、立場は違えだ。それがかつての主君とその息子にかける言葉か。ここまで腐っていたとは、見下げ果てた女だ。私はより強い方についただって、時代の流れと寝たのよ。弱者に軽蔑されることは慣れっこだわ。でもねえハミル、あなたそんなつもりで来たの？少し反乱が成功したからって調子に乗ってのこのこと乗り込んできたの？あわよくば私を殺せるかもと思って。あったらどうだと言うんだ。残念だけど、やっぱりおバカさんと言うしかないわね。視野の狭いつまらない男。まあいいわ、相手をしてあげる。レリウス、こいつらを皆殺しにするわよ。せいぜいさっきの失態を償うことね。無残な死体にしてあげるわ。ハッシュドゥルバルと同じくらいのね。もういい、これ以上の言葉は不要だ。戦うぞ。この女を殺さずにこの場を去ることはできない。はっ、どこまでもお供します。ハッシュデルバル様の仇を討ちましょうぞ。どうか冷静に、憎しみだけで勝てる相手ではありません。勝てるさ、あれを使え。まさか。ふん、暑苦しい奴らだな。男はすぐにこうなるから困る。とりあえずハミルは守るぞ。カリス、お前もそのつもりだな。はい、命に変えてハミルお兄ちゃん、いやハミル様を守ります。ああ、できれば俺のことも守ってくんないかな。貴様はもう少し暑苦しくなれ。全力で行く。そうしなければ勝ち目はない。メルカルト、初めて見るわ。かつての英雄をエシュムが使ったという技。自らの命と魔力を注ぎ、怒りと憎悪でこね上げ、そして大きな代償を約束して初めて実現できる技。
ハミル、いや、もはやメルカルトか。あなたは何を約束したの？大いなる争いと勝利、幾千もの帝国兵の屍、血と肉で染め上げられた復讐の宴を、我は誓い、メルカルトそのものとなった。さあ、殺させろ、貴様らを。我が生贄となるがよい。代償もかつてのエシュマと同じわけ。でも分かるわ。もはやあなたには一個軍団を葬り去るような力はない。莫大な魔力は最初の反乱で使い切ってしまったようね。貴様、ここまで見透かされているか。あやつ、やはりただものではないな。ハミル様、竜の者の位置が判明しました。橋の上の6つの石がそれです。あの石のうち3つがアーチとつながっており、両端の2つをまず壊し、ついで中央の1つを破壊すれば橋は完全に崩れ去ります。さすがバルカ島の精鋭たちだ。ご苦労だった。急ぎ離脱せよ。我らが到着するまで対岸の安全を確保するのだ。はっ、どうか女神の加護があらんこと。何の悪だくみかしら。さあ橋へ行け。急いで壊せ。お前、このために早く行きましょう。ファミル君のおかげで時間が稼げました。怒りで我を忘れてるのかとヒヤヒヤしましたが。未熟者め、ファミル様を信じなくてどうする。急げ、金目石を壊しに行くぞ。なーに？まさか仲間を逃がすために犠牲になるとでも？そうはいかないわよ。さて、何人生きて戻れるかな？見せてもらうわ、バルカの当主の意地と本当の実力ってものをね。なんだこの大きな生き物は。よし、ちょうど良いところに来たな。バルカ島の精鋭たちめ、代わりに増援をよこしたか。金目石ってのはどこにあるんだ。橋の上の6つの石と言っていました。おそらくあれでしょう。最初に両端の2つを壊すのだったな。多分あれとあれだ。どっちも2つずつあるよ。1つはアーチとつながっていない偽物というわけですね。本物か偽物かは壊した後の反応で分かると思います。そうだな。そして最後に真ん中の1つを壊せばいいというわけだ。これも2つあるわ。しゃらくせえ。とにかく壊せるのを片っ端からぶっ壊せば橋もぶっ壊れるってことでいいんだよな。うちだけは勇ましいやつだな。まあよい、お前たちは金目石の破壊を最優先にしろ。これより私は盛大に暴れ回るぞ。
覚醒について。覚醒を行うには覚醒ゲージを満タンに貯める必要があります。ゲージは戦闘中のさまざまな行動によって溜まっていきます。ハミルが覚醒を使用すると一定時間だけ強力なメルカルトへと変身します。ただし強力なメルカルトに変身するには暴走というリスクも伴いますので注意してください。わがいい！逃がせ！セブンザワリア！暴れてやるか！殺したりぬわ。逃がせ！キル！じゃねえよ。せっ、葬式のことだ。まだ殺してるのか。頑張ったこと。疲労について。覚醒コマンドを使用した2ターン後には必ず疲労の状態となります。疲労の状態は1ターンの間続き、この間は能力が激減しますので注意してください。まだ何度だってやれるさ。今までだって十分に戦いせれ。効率的に片付けましょう。くらえ！Bye.
しはきれいになったであろう。
高まってきましたわい。よし、あと一つだ。戦いの中で学ぶことも多いですね。
弱すぎますね。高まってきましたわい。そこです。
さてと。苦しい戦いだったな。